第27歩兵連隊襟章ハンドタオルを作る。ゴールデンカムイの第7師団歩兵第27連隊の面々が楽しすぎるので、襟章のハンドタオルを作りました。刺繍ミシンを使っております。ペイントソフトやドローソフトを使って、襟章の片側をデザインします。刺繍編集ソフトに画像を取り込み、データを編集します。ベースとなる襟章の上に27連体の数字を載せます。できたデータを刺繍ミシンに転送し、ハンドタオルに刺繍してみました。ミシンを動かしている最中の動画を録画し忘れたので、他の刺繍動画で代用しています。パイルチのような毛足の長い布に刺繍するときは、刺繍用水溶性シートを載せると綺麗にできます。完成です。